さあ、行こう。これを使おう。なったね。Thank you.
調べ物をするために中野に来たんですが、いい資料が見つからなくて休憩していたところなんです。え、悩みがあるならフーディエが手伝う？なんでしょうか、フーディエって。なるほど、つまりあなたは便利屋さんなんですね。確かに一人で悩んでいても拉致が開かないようですし、あなたのチョイスなら信用できるかもしれません。それでは後ほど依頼をさせていただきますね。よろしくお願いします。無理をしてやらなければいけない作戦があるんです。それは私にとってとても重要なことで、失敗するわけにはいきません。でもどういうふうにすることが友人らしいことなのか、それがわからないんです。この本にあるハウトゥー本は全て読みましたが、いまいちピンときませんし。え？本を読んで学ぶようなことじゃない？それならどうやって勉強すればいいんですか？ともかく時間がないんです。資料探しをお願いします。解説された本よりもっと実践的に書かれているような参考資料が欲しいですね。例えば小説とか漫画とか、そういうものがいいです。一冊あれば十分ですので、探して持ってきてください。よろしくお願いします。私この本屋で待ってますから。ん？なんだ、どうした？依頼で友人の参考になる小説か漫画を探している？妙な依頼があったもんな。まあいい、受けたんなら責任持って最後までやれ。要は友情がテーマにされている作品のものを持っていけばいいんだろ。
参考にできそうな作品はたくさん知ってるが、映像で見ることが多いからな。本の心当たりは多くないが。ちょっと待っとけ。家の本棚から探してきた。こんなのはどうだ。これか。この本はいいぞ。相棒への仁義の何たるかが学べる一冊だ。早く依頼人のところに行ってこい。よ、新人、お前も店のチラシ配り手伝えよ。なんだ、依頼受けてる最中か。それなら仕方ねえな。で、今はどんな依頼を受けてんだ。友人の参考資料探しね。面白そうじゃん。俺にも協力させるよな。そうだ、今ちょうどこんな本持ってるぜ。これならどうよ。
オッケー、こっちな。大人の余裕を感じる素敵な女性たちとお近づきになるための情報が詰まってるぜ。なんだかどっちもナンパの本みたいだって。その通りだけど、よく考えてみろ。まずはお友達になることから始める。それがナンパだ。つまりこの手の雑誌には友情について学ぶエッセンスがこれでもかというほど詰まってるってわけだな。分かったら試しに持って行ってみな。今度はどうですか？良さそうな本は見つかりましたか？これですか。読んでみますね。なるほど、この本だとこんな感じですか。では早速試してみます。遅くなってごめんさ。待たせちゃったかしら。そんな顔しないでよ。待つのはデートの道。そうでしょ。お詫びじゃねえけど、今夜はあなたのために開けてるから、今日はいっぱい楽しみましょうね。友人っぽかったでしょうか。ああ、でも第一、これ完全に恋人同士のやりとりじゃないですか。私が探しているのは友人の参考資料です。そもそもこのタイプの女性は必ず待ち合わせに遅れてくるものであるって書いてありますが、なかなか難航しているようですね。でもあなたのおかげでだいぶ友人について分析が進んできたような気がします。正解だけを探すことが資料探しではありません。これは絶対違うという間違いを確定させていくことも一つのやり方だと思うんです。そうですね、イメージがつかめるまでもう一声といったところです。もう一度だけ資料集めをお願いします。何？何か用？今、なんか失礼なこと考えたでしょ。それで、用事なら早く済ませてよ。友人の資料探し？なんでそんな依頼受けたの？まあいいけど、ちょうどこの間学園ものの漫画を読んだの。それならどう？はい、これだよ。
こっちね。はい、どうぞ。生徒会長と間抜けな主人公が困難に体当たりで挑んでいくコメディ風の物語だよ。言っておくけど、勘違いしないでよ。別に普段からこういう本を読んでるわけじゃないよ。学校に憧れがあるとかそういう類の意味も一切ないから。ワームモンを解析する途中の息抜きでたまたま見てただけなんだからね。分かればいいけど。あとその漫画は店のだから、読み終わったら本棚に戻しておいてね。お帰りなさい。良さそうな本ありましたか？なるほど、学園ものですか。これまでのものと比べてかなり良さそうですね。読んでみます。よくわかりました。こんな感じでしょうか。おっとーい、これで今月20回目の遅刻よ。私が生徒会長でいる以上、四国常習犯の君を絶対に更生させてみせるんだから覚悟なさい。みたいな生徒がいると生徒会長もやりがいがあるわ。今度はどうでしたでしょうか。友人っぽかったでしょうか。それは良かったです。でも、もう一つ何かが足りない気がしますね。一体何がいけないんでしょう。かなりいい線までイメージをつかめている気はするんですが。友達におすすめされた本がある。どんな本か見せてもらえませんか。なるほど、こういう切り口がありましたか。試しにやってみますね。もう遅い、待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、で別にあんたの心配してたんじゃないんだからね。あ、勘違いしないでよね。この本とてもいいと思います。友人との関係性がいかにもよくある友人っぽくて。までに比べてかなりの棒読みじゃないかって。でもこ
このセリフを言う登場人物の設定が実はかなり旧式のアンドロイドで常に平坦な口調で喋ると書かれていました。忠実に再現したつもりなんですが何か変でしたでしょうか。ともかくこの資料とても気に入りました。こんなにいい資料を持っているなんてさすがですね。あなたに頼んでよかったです。これと同じ本を探してこれから練習してみようと思います。たくさんいろんな練習もできましたし、なんだか自信がつきました。あなたのおかげで作戦もうまくいく気がします。どうもご協力ありがとうございました。ではまた。Yeah.